ちは、扁桃腺が痛いダストです。平泉生産ではありませんっていうのは冗談で、扁桃腺が痛いのは本当なんですけど、朝よりね、もうだいぶマシになって、もう全然喋れるようになったんですよ。まあそれもこれも龍角散ダイレクトのおかげで、もうめちゃめちゃ調子いいのね。もうほぼ治りかけみたいな。なんかちょっとたまに、なんか痛いぞみたいなのがあるぐらいで、撮影できそうだったんで、ストーリーとか LINE では関係者の方々に、今日はちょっと連絡取れませんみたいなことを言っときながら今撮影しています。ごめんなさい。ということで、今日はね、実はもう緊急で動画を回していて、本当だったらね、まあまだちょっと喉も痛いから一日中寝とこうかなと思ったんですけど、私最近、ツイッターがね、もうバズってるんですよ。本当にありがとうございます。なんでだろう？なんであんなに見てもらえてると思う？私にももう全然わからないんだけど、金髪ボブバイバイから始まって、なんか結構ね、万バズしてるものがあってですね。で、最近で言うと、マイメロメイクがもうやばかったんですよね。インスタグラムの方なんかはもうちょっとで10万いいねつくぐらいいってて、もう本当に国境を越えてみんなに愛されたメイクだったんですけど、もうそれに負けず劣らずな感じで、最新のメイクがね、めちゃめちゃバズってるわけですよ。それがね、海外ギャルメイクなんですけど、Twitter ではね、万バズ超えて 2.5 万いいねされてて、Instagram ではまだ24時間経ってないんですけど、5万6000いいねされてるんですよ。これはね、マジマイメロメイクに負けず劣らずな感じでのこう勢いなので、今日はね、そのメイクを撮っていこうと思って、今カメラを回しております。で、この海外ギャルメイクをやるにあたったきっかけがですね、マクドナルドのハッピーセットについてくるおもちゃで、なりきりマクドナルドっていうのがあるんですよ。それをね、私最初動員で見つけまして、これもしかして日本にもあるんじゃねと思って調べたらあったんですよ。もうそれも欲しくて欲しくて、メインはそっちで、そのなりきりセットに合わせた海外っぽいメイクをしようって思って、あのメイクが完成したわけなんですけど、もうそれこそ動員とかいろんな SNS を見て、マジ見よう見真似でやったメイクっていう感じで、インスタにはチャイボーグメイクって書いてあるんですけど、多分タイトルとかには海外ギャルメイクみたいな感じで多分書かれてると思うんですよ。今回のメインがね、さっきも言ったけど、マックのなりきりセットに合わせたメイクみたいな、なんか抽象的な感じでやっちゃったので、Eガールっぽくもあるけど、チャイボーグっぽくもあるよね、みたいな、どっちつかずの感じになっちゃったんで、それをまとめた海外ギャルっていうずるいワードを使わせていただきました。それはね、本当にすいません。まあそんなこんなで、夏って派手髪にする人も増えるし、前回のメイクは黒髪、今回のメイクは金髪っていう、結構緩急激しめなんですけど、よかったら最後まで楽しんでいってくれると嬉しいです。ってことで、やっていきます。ゆっくりしていってね。はい。それでは、メイクをしていきましょう。あ、スポンジ洗ってくるの忘れた。洗ってくるね。えいしょ。ってことで、今回使っていくカラコンは、私これアリエクで買った、ムーンジーってところのカラコンかな。値段がなんと727円という結構破格なんですけど、外側が結構しっかりと黒縁になってて、中がね、青っぽくなってるんですけど、ここで注意してほしいのは、このカラコンを買うときに、どう見てもこれはブルーにしか見えないんだけど、買うときの選択肢はグリーンの方で買ってもらえると、これが届きます。ちょっと語彙力なさすぎて自分でもビビってるんですけど、とにかくブルーって方を買っちゃうと外縁もねブルーっぽいやつが届いちゃうので、私みたいにしっかり盛りたい方はグリーンを買ってください。つけていきます。はい、つけてみるとこんな感じ。結構しっかり青が発色されるんですよ。で、このカラコンが使用期限が1年になってて、私もうそろそろで1年ぐらい？いや、ちょっと持ったか？ただ半年以上使ってるのは確実なので、そんだけ使っても特に目に異常が出たりとかはなく、普通に使えています。そしたらこんな感じで両目つけ終わりました。次に、ベースメイク。ベースメイクはね、ちょっと今回、アイシャドウ、チーク、リップ、結構イエベ春寄りのものを使っていくので、それを目立たせるために肌の赤みをね、なんとか消していきたいんですよ。ということで、色補正のできる下地を使っていきます。色補正ができる下地といえばこちら、キャンディードールブライトピュアベース CC のミントを使っていきます。結構緑の下地だからね、塗りすぎるとシュレックになっちゃうかもしれないけど、あ、なんかここに下まつげの練習が書いてあるけど、超しっかり赤みカバーしてくれるので、ちょっと見ててください。最近私はこれにティルティルのクッションファンで合わせるのハマってるんですよね。保湿するんだったらティルティルの下地とか合わせてあげるのがいいと思うんだけど、ちょっと乾燥してた方が化粧よれづらいなっていう感じがするんですよね。
わかる人いる？私メイクしすぎてるからたまになんか感覚がおかしくなることがあるんだけど、多分ね大丈夫だと思うんだけどね。乾燥してる方がちょっとよれづらい気がする。とりあえず半顔を塗っていきます。もうこの時点でかなりわかりやすいよね。ビフォーアフター、マジですごいよなキャンディードール。しかも私の肌とはねめちゃめちゃよく合ってて、すごい崩れづらいから好きですね。よいしょ。こんな感じで塗れたら、ちょっと余ったやつがあるんで、この余ったやつは首にね塗っていきます。ほんとちょっと塗っとくだけでも違うんだよね。はい、こんな感じで下地が塗り終わりました。そしたら次にこの眉毛の青い部分を隠していこうと思うんですけど、私最近気づいたことがあって、多分このメイクを出した後に出ると思うんだけど、一応あの SNS に上げた写真は縦画面の動画用に iPhone でも撮ってたのね。でその時に私が超前にやってたこういうなんかオレンジっぽいチークを下地を塗った上から塗って、その上からファンデを重ねるみたいな方法で消してたんですけど、それやるとファンデーションの時点で結構よれちゃって、眉毛の上が結構粉っぽくなっちゃったんですよ。なのでちょっと変わり映えしないんですけど、いつもの方法でやらせていただきます。いつも使ってるシーグラムのコンシーラーね。この方法も上からパウダーをして、その上からまたファンデーションみたいな感じで、サンドイッチみたいな、それこそ乾燥するんじゃないのみたいな方法でやってたんだけど、こっちの方がね断然崩れなかったですね。あとこの眉上の毛穴もね、固形のコンシーラーが埋めていってくれるっていう利点があります。毎回すごい感じになってるけど、この上からパウダーをします。パウダーもね変わり映えしなくてごめんね。クッキーのやつを使っていきます。そしたら次にファンデーションを塗っていきます。ファンデーションはねちょっと黄みの強いものを選んでいただくといいかなと思っていて、私の肌がそもそも赤みが出やすいっていうのはあるんだけど、だからね結構普段からこのティルティルを使っているわけですよ。今回もこれを使っていきます。このちっちゃい方はね一応持ってるだけで中身がちょっと空っぽなんで、このでっかい方を使っていきます。ティルティルのファンデーションのこの独特な黄みが苦手な人もいるっていうのはね重々承知なんですけど、ピンクっぽいアイシャドウを使う人とかは逆にこういう黄みの強いファンデーションを使っていってあげる方が色がしっかり映えてくれるので、個人的にはおすすめです。眉上はね優しくめちゃめちゃ綺麗。ビフォーアフター、いい感じ。で、こういう黄みの強いファンデーションって赤みを抑えてくれる効果もあるので、私みたいな赤ら顔さんには結構おすすめ。そしたらこっちも塗っていきます。ファンデワイの場合はこの辺をちょっと重ね塗りしていきます。みんなマジでお好みの量を塗ってください。 OK したらこんな感じで塗り終わりました。めっちゃ綺麗だね。まだまだ隠していきます。次コンシーラー、コンシーラーも相変わらずのティールティール、マスクフィットオールカバーデュアルコンシーラーの一番明るい色を使っていきます。今回はちょっとスティックのところでここ、あとはリキッドでクマとかを隠していきます。で、まず先にここをちょっと叩きます。固形のコンシーラーはねちょっと固まるのが早いんで早めに叩きます。で、もうちょっと追加してあげて、で、他のところもポンポンしていきます。したらまたまたいつも通り黒クマを隠します。私の場合さ、コンシーラーがどれだけ良くても黒クマのせいでコンシーラーの良さが伝わらないっていう。そしたらおでこだけにパウダーをはたいていきます。パウダーに使っていくのがこちら、なんかちょっと向こう側が見えそうな感じ、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーの ML 版を使っていきます。こっちちょっとラベンダーなんだけど、なんかパケがちょっと変わってるだけで、普通にキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーの一番明るい色となっております。これをねおでこと目元だけにはたきます。で、この目から下の部分は後からはたいていくので、一旦これでベースメイクは終了。次にアイメイクをしていきます。今回アイメイクに使っていくのはこちら、あんまよく見えてないけどこれなんて読むんだろう、 HUAXIXI フワ XIXI、 ちょっとよくわからないけど中がねめちゃめちゃ可愛くてこんな感じのパレットになります。なんか一時期すごく流行ってたよね。私さ、ここの部分をね潰してみたんだけど、なんか周りが結構油まみれみたいになっちゃって、これダスト教からもらったのに本当になんかどうしようごめんねという気持ちなんですけど、今回のメイク
クはね、こちらを使ってやっていきます。てか、これが結構メインかもしれないです。こんだけあるんですけど、使っていく色はなんと3色になります。ここと、ここと、ここの色を使っていきます。で、今回重要なのが、ベージュとコーラルの組み合わせなんですよ。塗り方は後で説明していくんですけど、ぶっちゃけね、こことここの色さえあれば大丈夫。こういうちょっとベースカラーっぽい色と、ちょっとコーラルっぽい。これは多分チークだと思うんだけど、こういう色があれば今回のメイクはできます。そしたら、一番明るいベースカラーを取って、アイホール全体にのせていきます。こうがっつり広めにのせて、豆尻の方もはみ出す感じでのせて、余ったやつを下まぶたにも少しだけのせます。こんな感じ。そしたらね、もう一回ベースカラーを取って、今度はね、この色だけで目尻にグラデーションを作っていきます。ちょっとくの字で入れてあげるといいかな。ベースカラーでもね、しっかりグラデーション作れるので、私結構この手法やるんですよね。いい感じだよね。そしたら次にコーラルカラーを取って、これをね、下まぶただけに入れていきます。しかもね、結構がっつりと入れていきます。下もね、はみ出す感じで。こんな感じ。ちょっと目尻足します。こんな感じで、上がベージュで、下がコーラルっていうカラーにすると、自然とね、コーラルカラーの方が目立つんで、顔がね、下に行くんですよ。海外メイクって結構釣り目に作ったりとか、まつげバサってやったりするんで、重心が上に行きがちなんですけど、このアイシャドウの時点でちょっと下目に持ってってあげることによって、日本人にも合わせやすい海外メイクができます。そしたら次に、目の線を描きます。3番目のカラーを取って、アイラインの下書きをしていくんですけど、ちょっと釣り目に引いていきたいんですよ。二重の人は、ここの自前の二重からね、上に出たらね、ぐちゃぐちゃになっちゃうので、目を半開きにした状態で、ちょっと線より上にはいかないように描いていきます。で、上の時点からがっつり釣ってもいいんですけど、今回のメイクは、下の線で釣っていきます。ちょっと下の線、目を延長して、で、このまま上に持っていきます。こうね、ちょっと逆三角形っぽくなるように引いていきます。で、海外メイクなんで、この目尻のラインね、こんなに太くて大丈夫って思うかもしれないんですけど、意外と大丈夫なんですね。普段のメイクだったらなかなかこういうアイラインすることないと思うんですけど、意外と今から馴染んでいきます。そしたら次に下のライン。下のラインはね、ここはくっつけずに、ちょっと開けた状態で引いていきます。ここ開けるのはね、結構ポイントなんですよ。ここしっかり垂らして引いていくのもポイントなんですけど、ここちょっとでも隙間開けとくことによって、重心がね、下がるんですよ。なんでだろうね。つなげるより開けた方が重心が下がります。で、このままちょっと外側にぼかしていく。ここの下はね、あんまりぼかさない。この横のところをぼかしていくと、目が横に横に大きくなります。逆にこの下をぼかしちゃうと、ちょっとね、クマっぽく見えちゃうかな。こんな感じ。軽くもうこひだのところにちょんちょんと引いていって、涙袋を描いていきます。涙袋はね、思い切ってちょっと大きめに、ここを狭くしたりとか薄くしたりすると、がっつり海外メイクっぽくなります。さあ、ここをがっつり大きく描くことによって、日本人に合う海外メイクができるという。日本人はね、結構涙袋ぷっくりしてるのがね、美しいと、可愛いとされてるからさ、ここでどっち寄りになるか決まってくるという感じですね。次にダブルライン。下がね、こんだけがっつり引いてあるんで、上もしっかりと引いていきます。ただ、目尻はちょっと広めに引いていきたいんで、アイプチとかで二重を作ってる人でも、二重のラインの上の方に線を引いてあげます。ちょっと目を開けながら調整。伏せて描いて、開けて調整。はい、オッケー。アイラインの下書きが終わったんで、上からアイラインとかもろもろ引いていきます。アイラインはね、特にあんまこだわりはなくて、今回はキャンメイククリーミータッチライナーの03番を使っていきます。焦げ茶っぽい色だったら何でもいいかな。これ。なんでこんなの書いたんだろう。これで下書きしたものをなぞっていくという簡単なお仕事でござる。オッケー。ちょっとインラインも軽く引こうかな。インライン怖い人もいると思うので、これもちょっとお好みで。で、涙袋コンシーラーは、これね、ザセムの涙袋コンシーラーだと思って買ったんだけど、多分偽物です。もう全然書いてるブランドが違うの。私これ多分間違えて買っちゃったんだよね。ただね、すごく使いやすいので、今回はね、こちら使っていきます。で、今回涙袋コンシーラーは、ちょっと薄めに発色するものを選んでほしくて、今回がっつり涙袋白くするんじゃなくて、
て、あくまでほんとちょっとこう光っぽく入ってほしいんですね。なので少し調整しながら塗っていきます。あ、ちょっと忘れてた、このキャンメイクのねクリーミータッチライナーで下まぶたのねこの内側のところもね、うわ、なに？いっぱいついちゃったびっくりしました。ちょっと待って、でちょっとぼかして、ここをねさっきのコンシーラーで綺麗にします。ここにちょっとあれかな、線入れて円とかでぼかしてあげると綺麗になるし、目のねここがね、なんでこれ縦幅が強調されるんだろうな、まだね言語化できてないんですけど、ここに入れてあげるといい感じになります。やばい、なんか喉痛くなってきた。龍角散、龍角散、今回飲んでいくのは龍角散ダイレクトのピーチ味となっております。私粉の薬って飲めないんだけど、唯一この龍角散のやつだけいけるのよね。美味しくはないよし、あ、いやマジプラシーボかもしれないけど、飲んだ瞬間からマシなんだよね。プラシーボかな、プラシーボでもいいよね別に。ってことで涙袋にねラメを塗っていきます。これね私が大好きなやつ、ジルリーンから出てるスターグリッターライナーの02番ロゼバーゴっていう色です。このラメもねピンクっぽいようなで黄色っぽい大粒のラメが入ってるような、そんな感じのラメなので、すごくね今回のアイメイクと相性がいいんですよ。この大粒のラメをこんな感じで調整して乗せていったりとかして、ピント大丈夫だった？いけてた今。でこれを上まぶたにも乗せていきます。ちょっとね雑めに乗せていってあげると上まぶたはいい感じになります。で大粒のラメはえい拾って下まぶたに装着、そういう感じで調整してます。ほんでな下まぶたでな、下まつげを描いていくんだ。あ、使いたいやつあったんだよね、ちょっと待ってて。これをね使いたかったの。このね透明ってところから出てる下まつげライナーがあって、先がね鬼の細さになってて、ちょっとぼやけちゃってたんだけど、ここに書いてたのはねこのライナーのやつです。で今回下まつげはちょっと多めに描きます。すんげー描きやすくてびっくり。え、描きやす、え、綺麗で珍しくちょっとこのね黒目の下の方まで引きたい。黒目の下はねもうラメが置いてあるからちょっと難しいと思うんですけど、目尻の方だけ短い毛も出します。めっちゃ描きやすい、びっくり。ちょっと今の段階ではね下まつげだけがバサってなってて、ちょっと変な感じというか、まあ変な感じになってるんですけど、今からつけまつげをつけていくので結構これはね回収されると思います。そしたら下まつげをつけていくんですけど、ちょっとパッケージが、下まつげの私パッケージこれどこ、あーちょっと分かりづらいかも。写真で載せときますね。エモタオってところから出てるつけまつげの M9 番、それがねこんな形のつけまつげなんだけど、これの目尻2個を切って、かつこの間に入ってるこのちびっこいまつげたちも切って、かつ先っちょをくっつけて、こうなんか束感をね強めにした感じのやつを工作して目につけていくんですよ。めんどくさいでしょ、めんどくさいって私も思うので今回はねそれ作っていくんですけど、このエモタオってところからね、私これ昨日見つけてまだ届いてないんだけど、 M9 の01番っていうのが出てて、それがね写真で載ってると思うんだけど、すべての工程を私やっときましたよみたいなつけまつげが出てるのね。ぜひぜひこれを買ってください。そうすればね今から私がやるめんどくさい作業は全部なくなります。でも私は今持ってないので今から自分で全部やります。OK、こういう感じにするのね。私ね今ちょっとまつげを育成中だから、普段のメイクの時もこれをやってるんで、毎日このつけまつげ作ってますね。あ、待って、これこっちの目用じゃん。ちょ待って、こ、あ、ちょ、もう一回、まあ、結局もう一個作るんだけどさ、ちょっと作ってくるね。ちょっと待ってて。はい、そしたらこんな感じでできたんでつけていきます。塗りは結構たっぷりめに塗ります。ボテッとつける感じ、かつ上の方にねつけます。で乾かす。糊が半透明ぐらいになったらつけていきます。つけ方としては内側から2番目のつけ間が真ん中に来るように。
こんな感じでつけます。指とかで押さえてあげて、これでもね十分つけまとしては成り立ってるんですけど、もうちょっとキャンと上がってほしいので、ここからビューラーをしていきます。時に自まつげもちょっと挟んであげて、自まつげもね軽く上げといてあげるとつけまとなじむので、横から見た時も変にならないように仕上げていきます。こんな感じですね。キャンキャンに上げます。でもうちょっとこの目頭側のまつげ伸びてほしいので、普通にマスカラ塗っていきます。マスカラはペリペラから出てるインクブラックカラーロングラッシュ使っていきます。これをね目頭側2本だけにつけるんですよ。こんな感じで結構ドバーってつくので、つけた後に指でもいいし綿棒でもいいんですけど、チョンチョンってそいであげるのね。こんな感じで削いであげるといいかな。それか、この出すぎちゃったまつげを切る。うん、切った方がなんか良さそう。あ、ちょっと切りすぎちゃった。他のまつげも着て整えました。整えた方がチャイボーグっぽい、イーガールっぽい感じになって良くなっちゃった。オッケー、そしたらこんな感じで固めのメイクは完成になります。すごくいい感じ。ほんで、こっちのメイクをやってくると。いってきます。ありがとうね。はい、こんな感じで両目のメイク完成しました。どう？ギャルー。いいね。昔あげたイーガールメイクみたいに目元からもう海外っぽさ作っていきましょうってよりかは、目元はねほんとどっちかというとチャイボーグっぽいような、本当に日本の子にもすごく合うようなギャルメイクっていう感じの目元に仕上げております。そしたらね次に眉毛を描いていくんですけど、眉毛もね地味にポイントがあって、今回金髪のウィッグをかぶっていくので結構明るめの色を使っていくんですけど、これはねケイトデザイニングアイブロウ 3D の EX4 番、ライトブラウン系になります。これのね一番上の色はね使いません。下の2つを使って眉毛描いていきます。その前にやることがあったわ。これ初めて出てくるかも。ロマンドから出てるアイブロウマスカラ、めちゃめちゃツイッターとかでバズってて買ってみたんですよ。で使ってみたら意外と良かったので、これをちょっと先に使っていきます。眉毛はねすごく薄いんだけど、自眉の色がね黒っぽい色をしてるので、ちょっとだけね色をつけてあげたい。下手したらほんと地肌についちゃうので、地肌にマジでつかないように優しく優しく塗っていって、毛だけに色をつけていきます。こんな感じ。こっちもね毛だけに優しく、よいしょよいしょよいしょ、こんな感じで色をつけていきます。もうほんと普通にねみんな眉毛生えてると思うんで、普通にこれ使ったら結構ね明るくなってすごく使えるアイブロウマスカラだと思うんですけど、もう私が使うとねこんなもんです。でその上から眉毛を描いていきます。とりあえず下2つの色を混ぜていってガイドラインから描いていきます。眉毛はね吊り上げません。ちょっと平行っぽい感じで、特にチャイボーグメイクなんか眉毛太くするイメージがあると思うんですけど、今回はちょっと細めというか、私からするとちょっと太いけど、みんなからするとちょい細めかな、こんぐらいな感じで引いていきます。あとね、ちょっとふわっとさせてあげると可愛いですね。いつもパキッとした眉毛を描くことが多いんですけど、今回はね、ちょっといかに儚く描けるかってところをやっていきます。で、前頭をね、もうちょっと明るくしていきたいんですよ。で、フェイスパウダーとかでもいいんですけど、私今回は、ジュディードールのフィックスハイライトパックと、02番のオーツミルクラテっていうのを使っていきます。で、これもね、下まつげ買った時に一緒に買ったんだけど、中がね、こんな感じで、なんかちっこいパフとかもついてて、こっちがパウダーで、こっちがなんかちょっとファンデーションっぽいようなクリームっぽい感じになってるんだよね。で、私は主にこのパウダーを使っていくと思うんだけど、ぶっちゃけね多機能シェーディングの中にこういう明るい色が入ってるので、これ1個さえあればいいんだけど、ちょっと私がねこれ使いたいので今回は使っていきます。このね眉毛の上にサラサラっと眉頭メインで乗せていきます。いいね、存在感が消えていく。消しすぎると良くないんですけど、眉毛と眉毛の間はちょっと広めにしたいんですよね。その方がちょっとおぼこく見えるから、こんな感じで眉毛描いていきます。そしたらこっちもね描きます。出てるかな。最近眉毛下手くそなんだよね。鏡で見るといい感じなんだけど、後からこう編集画面とかで眉毛見ると左右がね朝がもう全然違ったりとかで、結構前髪で隠れること多いからまだ命拾いしてるんですけど、なんかねもっとうまくいかないかなと思って、本当に悔しさいっぱいで投稿することが結構多いですね。だから今ねもうどういう風に見えてるのかが心配でしょうがない。モニターで見るとこっちの方が高いのね。合ってるかな。この上の部分を消していくんだけど。
それで揃うかな。そもそもこういう感じの決め顔とこう表情を崩した時の眉毛の上がり方がマジで違うからどうなんだろうな。やった！オッケー、こんな感じでいきます。そしたら次に骨格を操っていきましょう。骨格がマジで大事だからね、この海外メイク。今回の投稿もね、結構アップノーズをすごく褒めてもらったんですけど、なんか小動物っぽいアップノーズが作りたかったんですよ。猫ちゃんっぽいような感じに仕上げていったんですよね。使っていくのがロム&のシェーディング、これ01番なんですけど、これをね暗い色だけ取って、まず鼻先から斜めに一旦入れます。でこっちも斜めに入れます。私鼻がちょっと曲がってるから変な風に見えてたら申し訳ない。で上がつながらないひし形を作っていくと、で私ここが陥没してるのでここにもちょっとだけ入れます。そしたら追加でパウダーは取らずにブラシを潰してあげて、潰した状態で先のところをね、ちょっと見づらいと思うんですけど、こうアップノーズにしていきます。ちょっと線を入れてそれをぼかす。で光の当たる部分が三角形になるように入れるんですね。今度は薄い色を取ります。でここがポイント、この鼻孔の部分はちょっとこう眉毛を上げて、このね半分から下のところにだけ入れていきます。ちょっとアイメイクと被るんじゃないのぐらいな感じで、でこの目頭より下にはなるべく出ないように下げるとね、こんな感じになるんですけど、ここら辺がパキッとしてて変だなと思うと思うんですけど、後でちょっとそれも修正していくというかメイクで追加していきます。上げて半分から下にだけ、こんな感じ。今ならちょっとここら辺にも入れてあげると骨感が出るので OK。 であとは人中、人中の真ん中ぐらいまで影が来るようにこう入れます。そしたらねブラシを持ち替えて今度は顔のシェーディングをしていくんですけど、ここもめちゃめちゃ大事。やっぱこういう海外メイクってちょっと大人っぽく見えちゃうのね。なのでメイクでも下重心にしていったんですけど、シェーディングで今度はね顎をちょっと短くしていきます。顎下にもうがっつりね色を入れるんですよ。真正面からこう見て入れて、後からねまたちょっと足していくものがあるんで、この変な感じはね後々回収されます。でこの辺とかはね、で髪でまた隠れるので、この辺のなんか色の違いとかもし気にするようだったらそんなに入れられないんですけど、まあ、横毛で隠れるよねっていうギャル精神をね私みたいに持ってる人はがっつり入れちゃって大丈夫。真正面からの印象が本当にメイクは大事だと思ってるから、こんな感じでがっつり削っていきますと、顔をねギュンって、もう目は下げて顎は上げるっていう、顎を上げるってちょっと意味わからないけど、でシェーディングがこんな感じで終わったんですけど、次にチーク、チークもさっきのアイシャドウを使います。これのねこの色を使って、ちょっと結構これドバってつくので手の甲でちょっと押さえてあげてから、まずねここのねシェーディングのところをねピンクっぽい感じの色にしてあげると、顎をね短くしたい人はここにチークを入れてあげるといいかも。ヒアルロン酸入れてるみたいな感じで顎がツンとするんだけど、ピンク入れることによって影の効果もあるので、この顎がね縮まるっていう効果があります。で次にほっぺ、ちょっとね日焼けっぽいように演出したいので目の下すぐら辺に入れて、この頬骨のところだけに入れちゃうと大人っぽくなっちゃうので、目の下をほんと囲うような感じで入れます。でそうするとねクマが目立ってくるんですけど、このクマも後で回収していきます。ちょっとね後で回収が多いと思うんだけど、ごめんね。でこういう海外メイクのいいところはチークをいくら入れてもいいところです。マジいくら入れても大丈夫。でちょっとアイシャドウブラシに持ち替えて、この鼻の下のところはねもう思いっきり色を足す感じで入れます。でアップノーズなんで結構ね広めに下のところガッツリ入れてあげた方が鼻が上を向くのでおすすめ。ただ鼻が短く見えちゃう効果があるので、鼻がそもそも短いみたいな人とかはちょっと調整しながらやってもらえるといいかな。人中のところにもこのピンクは入れていきます。この縦のところにもピンクを入れます。これはねチャイボーグの特徴ですね。ほんでそんでやっといろいろ回収していきます。さっきのジュディードールのこのハイライトを取って、まずはね鼻のところからここに光を入れます。ここにも入れます。そうすることでさっきここちょっと広かったと思うんですけど、光を入れてあげることによってちょっとマシになる。ここのね部分はちょっと広めに、鼻筋を太くするって苦手な人もいると思うんだけど、細くするとちょっとかっこよくなるかな。ここら辺太くしてあげるとちょっと幼くなります。これはね E ガールメイクだけですね。普通のメイクでこれをやっちゃうとただ結構鼻筋太い人になっちゃうので、海外っぽいメイクをする人はこの鼻筋を太くしてあげることによって、ちょっとねライオンとかってさ鼻筋こう結構ガッツリあるの分かります？
その方がね、おぼこく見えるの、人間は。なので、こんな感じでやります。で、あとは、このクマのところね。私は黒クマがあるので、黒クマのところにピンポイントで乗せてってあげると、チークって影色なんで、どうしても出てきちゃうんだよね。それを明るい色で飛ばしてあげる。飛ばしてあげると言いつつも、ここら辺までね、チークが欲しいので、ピンポイントで乗せていきます。なんか、美容系っぽいな。陽気っぽくていいね。そしたらね、ちょっと細い筆に持ち替えてもらって、またこのハイライト取って、ここですね。ここがちょっとぼやけてなくて変だと思うんで、このね、狭く入れます。あんまりね、ここを太く入れすぎちゃうと、目頭がね、めっちゃ、もう目が寄って見えるんですよ。私はね、黒目がこう内側向いてて、ちょっと目が寄ってるように見えちゃうので、細めに入れます。ラメ入りのやつでもいいかな。ラメ入りのやつだと、より一層ここが強調されるので、離れ目の人にとってはめちゃめちゃいいと思うんですけど、もう何度も言うけど、私はちょっと寄り目に見えちゃうので、マット系のものを入れます。で、これを入れることによってより一層ちょっと海外っぽく見えるっていう効果があります。で、これはここだけに入れてあげるのがいいかな。このね、カットクリースってとこまでグリって入れるのもかっこいいんだけど、そう、かっこよくなっちゃうので、それはちょっとお好みでやってみてください。ほんでな、ほんでな、ほんでほんでハイライトかな。ハイライトも何でも良いかなと思っているんですけれども、これかな。パッケージが汚いんですけど、クリオのプリズムエアーハイライター01番のゴールドシマーかなを入れていきます。こんな感じで結構ゴールドゴールドしてるので、今回のメイクめっちゃ合いそう。あ、いいねー。ハイライトもね、 T の字に入れてあげると動物っぽいです。で、頬骨とかはね、まあ大人っぽく見えちゃう要素なので、そこはね、みんなにお任せします。私は今回は塗りません。あ、待って、忘れてたよ、忘れてたよ。ごめん、もう一回ちょっとね、マットのハイライトに戻るね。このマットのハイライトで、この上の部分をちょっと白くしていきます。顎が出てるように見せたい。そしたら、このキャンメイクのパウダーに戻って、このね、一番最初に使った濡れたスポンジにパウダーを取りまして、手でなじませてから、このね、ツヤ肌もね、ちょっと大人っぽい要素になるのと、ツヤ肌って結構、こう日本人の人とか韓国の人とかもやるのかな。チャイボーグとかイーガールっぽく見せたいんだったら、肌はマット必須なので、こういうねツヤ感残しといてももちろん可愛いんですけど、がっつりと私はもうマットにしていきます。そしたら、ちょっと今回あれだね、アイメイクは結構日本っぽい、このギャルっぽい感じに仕上げてったって言ったじゃないですか。もう他の骨格とか、今からやるリップとかの方が特徴あるかもしれない。なので今回の動画は、後半まで見てくれてる人が優勝するメイクになってるかもしれん。とりあえず、唇をね、消していきます。このね、二つ。上2つの角を消していきます。これはね、チャイボーグの特徴ですね。全体的に消してってもいいんだけど、今から使うコンシーラーティントをがっつり使っていきたいので。わかる？この時点でさ、ちょっと遠目から見て、ちょっと画面をさ、こう離して見てみて、ここがさ、こうチュッてゆるってなることによってさ、もうより一層ライオンっぽさが出るような気がする。で、めちゃめちゃこれも大事、じゃん、クロレットから出てるコンシーラーティントと呼ばれるものです。色はね、01番。下にはがっつりビヨンビヨン。で、ここは、この真ん中の部分だけ、こう、塗って、湯気で、かかせまーす。ただ、前回の動画で反省してさ、リップメイクって、こう、下を向いた状態でやってるとね、ここにテロップとかが入ったらね、見えないのね。なんだけど、上を向くとさ、口の中が見えるやん。だから、どうすっぺね、これね、ほんとに。で、頑張ってさ、上の方を向いて、ポンポンするね。こういう時にあれじゃん。私の得意技、口を動かさずに喋るっていうのをやればいいじゃん。解決しました。で、もうね、ティントは塗り終わったので、次に、コーラル系のリップを塗っていくんですけど、これ、ロム&新作かな？ジューシーラスティングティントの34番、色の名前はバルタンゲリン。バルタンゲリン？ちょっとバルタン星人が頭の中出てきちゃったけど、絶対違う。これをこう、下唇は中に塗って、上唇は V の字を書いて、でちょっと内側を塗って、これをリップ、お菓子やつどこ？あーって、こんなのを買ったんだ。これね、シーンで買ったかな。これふにふにしてるやつをね、買ったんだけど、これリップぼかすやつらしいのね。あ、結構綺麗にぼけるかも。これだったらね、衛生的にはいいかなと思ってたんですけど、あら、なかなか。ちょっと口角のところに塗って、あ、これいいかも。いいね。上のとこにもね、ちょっとだけ塗って、上唇がベロってめくれてる感じに仕上げます。で、次にこれディントですね。私の大好きなディントのティント、これ色がね、206番になってます。こんな感じの、これもちょっとコーラルっぽいですね。ゆべはるさんめっちゃ似合いそうな感じのやつ。これを内側に塗って、まあ、さっきのやつだけでも可愛かったんですけど、ちょっと深みが欲しいじゃないですか。
感じで塗ります。これすごい使いやすい。なんか今まですごく見くびってたかもしれない。ちょっと整えて最後にちょっとほくろをね描いていきます。ほくろね、これダスト教がさ DM で教えてくれたんだけどね、この DM ちょっと見失っちゃってまだ返信できてないんですけど、縦2つにほくろを描くとちょっと人間離れするっていうのを教えてくれた子がいて、それを最近やってるんですよ。毎日メイクでもやってる。ここにね自前のほくろがあるんで、一旦えいえいえいってやって、もう一個えいこんな感じでほくろを2つ描きます。そうすると人間離れします。人間離れした方がいいよね、現実逃避したいし、夏っていいんじゃないか。あとあれだ、首にねちょっとあのホワイトコンクを塗っていきます。一旦ちょっとネックレスを取ります。下地塗った方が早いよねって話をなんか前回大見え切って言ったんだけど、コスパが悪いなと思ってホワイトコンクに戻ってきちゃった。こんな感じで塗ってます。ただ毎度言いますが日焼けを予防する効果はないんですね。なのでどうしようかね。日焼け止めの効果があるこういうやつがあったらいいよね。でもなんか日焼け止め効果を入れただけでさもっと高くなる気がする。こういうのってどうなんだろう。耳にも塗ります。でちょっと馴染ませるためにさっきのこのシェーディングの余りをね一旦こうサラサラと塗って、ここにねちょっと入れてあげると少しだけ気持ち馴染むんですよ。あと鎖骨んとことかちょっと影入れてあげると骨が綺麗に見えたりするので、ほんと適当にねパラッと塗ってこれで完成。で微調整をして終わりになります。ちょっとリップのこのチュンと部分を足してチークも調整してまつげももっとキャンキャンに上げて、オッケー、こんな感じでメイク完成しました。もうだいぶ日本人じゃないような出来になったんではないでしょうか。ってことで、まあ、ウィッグも被って着替えてってやってこようと思います。ちょっとあの、マックのさ、帽子を被るかはちょっと迷ってるのね。被るか。被るバージョンと被んないバージョン取ってこようと思います。ってことで、行ってきまーす。